こう、趣味でポータブルオーディオ製品を集めてると、ある日ふと思うんだわ。さ、差し口が足りねえ。で、というわけで、今回は、お店とかで見かける分配器のあれ、星オーディオ PH5 を紹介するぞ。入力1系統、出力5系統のオーディオアンプ、3.5mm のミに対応する。PH5 は、複数のヘッドホンを運用したりするときに便利なアンプで、夜中に複数人で映画を見たり、複数のイヤホンをエイジングしたり、ただ単に分配するだけではなく、増幅も行うので、出力に不安なく、5台のイヤホンを使うことができるヘッドホンアンプだ。ちなみに、PH5 は前面に 3.5mm ジャックが、背面に独自端子の電源アダプタを接続するタイプ。電源アダプタは USB ではなく、通常の電池プラグから電力を持ってくるタイプなので注意が必要だぞ。海外から購入する場合は、日本のものと互換性のある、US プラグの電源アダプタを必ず選択しよう。PH5 が特徴的なのは、大きなマスターボリュームと、各分配先への子ボリュームが別々に備えられていること。一つ一つの機器ごとの音量差に対応しつつ、マスターボリュームで手軽に全体を調整できるので、この手のマルチヘッドホンアンプにしては珍しいボリューム調整機能を持っている、と感じたな。ホワイトノイズなども乗ることがなく、かといって出力不足な感じもなく、イヤホンやヘッドホンに供給する出力を落とさずに、音を分配することができるのが、PH5 のようなアンプの特徴だ。今回は、星オーディオ SK2 から信号を取って、それを、アクティブスピーカー、イヤホン、ヘッドホンなどに分岐して試してみたぞ。さて、PH5 に付属するのは、電源アダプタと、それからオーディオケーブルが1本だ。接続用のケーブルは、3.5mm プー 3.5mm のもので、RCA 端子の機器などから入力を取る場合、別途ケーブルの購入が必要だぞ。付属のアダプターは、スマホの充電用のものに近いサイズ感だ。タップにつなげる場合、微妙に左右と干渉する可能性がある、要注意だな。もう1点不満なのが、この手の取り回しが重要な機材にしては、アダプタの電源ケーブルの長さがちょっと短めだ。今回の環境で、星オーディオ SK2 のように取り回すには、電源ケーブルの延長が必要だった。電源ケーブルはあと1ム長くても良かったんじゃないかな？と思う。イヤホンやヘッドホン用に、つまみを手元でいじれる場所まで展開するには、現状だとちょっと厳しいな。目立つオレンジのボタンが、電源オンオフと、それからミュートを担当する、とっさの全チャンネルミュートが可能なのは結構嬉しい機能だ。PH5 は、前方に全ての入出力が集中するので、ヘッドホン向けとしては、背面集中配置に比べてまとまりが悪くなっちゃうけど、イヤホン向けとしては、素直なケーブル配置が可能。複数のイヤホンを聞き比べしたい時や、それぞれの音量差を補正したい時に便利だ。それぞれのスイッチをいじってもノイズはなし、動作中は電源オンの反対側にある LED が点灯する。この手の分岐アンプって、音質向上のためではなく、パワー維持のために買うことがほとんど、実際、体感するような音質差は生じず、また、パワー不足になる感じもなし、直感的に使いやすいマスターボリュームがありがたく、また、動作の有無が右側の LED でわかりやすかった、不満なく使うことができる。SK2 などと同様、全体、もちろんノブまで金属製なので、こういったガジェットに質感を求める人も納得の質感だ。このチャンネル的には、もちろん、通常の分岐もだけど、一気にエイジングしたい時にも便利そう。これをスマホにつなげて、エイジングツールをかけたり、DAP につないで、エイジング音を延々と流したり、可能性はいろいろ広がる。さっきも言った通り、ケーブルの追加出費が必要なことと、電源の延長が必要な可能性があることは考慮して購入しよう。とはいえ、この質感に対して、1万円を大きく下回る、かなり良心的な価格。さっきも言った通り、ホワイトノイズもほぼ増えないので、イヤホン向けでもおすすめだな。必要ない人には必要ないが、欲しい人には本当に便利な分岐型アンプ。いつか必要になるその日のために、記憶に留めておくのもありだと思うぞ。と、言ったところで今回はここまで、アンプ周りのケーブルの片付け方、教えてくれ。